こんにちは。こんにちは。ありっちゃクッキングのお時間です。ありがとうございます。始まりました。始まってしまいました ね、うん、こちらはりっちゃクッキングということで、はいはい、まあ、料理番組の感じでね、うん、料理番組ですよ。動画をね、うん、作っていかなきゃということで、はいはい、チャリスパークもそうですね。動くお寿司動く原宿なかなか見れないですよ、動くお寿司。これをやっぱ見せていった方が YouTube ではいいだろうということなんで、本日なんと、うん、料理を料理していきたいと思うんですが、一発目が料理ですか、うん、今回のね、室木お寿司、うん、特製、うん、チチチャーハン。チチチャーハン来た。これですよ、チチチャーハン。そう、チチチャーハンっていう漫画をね、もうこれで書いてるんですよ。だいぶ前ですけどね。だいぶ前、うん、あれはお寿司さんのお父さんが、うん、まあ、チャーハンを作ってくれたというようなお話なんですけど、そうなんですよ、うんうん、そこから時が巡って、お寿司さんに娘も3人できまして、そうですね、今度はお寿司さんが父となって、はいはいはい、チャーハンを作ってるわけですか。そうです、輪廻転生ですよ。輪廻転生っていうのかわかんないけどわかんないですけどね。お寿司オリジナルチャーハンってことですね。まあそうですね、はいはいはい、うん、これはどうなんですか、娘さんたちに。もうめちゃくちゃ大好評。あ、大好評。もう食わせろ食わせろですよ。早く作れ、あれ早く作れ。そうですよ。あ、そうですか、うんうんうん、その大好評のチャーハンのレシピというかね、はいはいはい、作り方を今日ちょっと伝授してもらおうということで。あー、なかなかね、うん、公害費ですけどね。公害費、今日はいつも本当に家で作ってるような感じで、うん、ここでちょっと作っていただいて、はいはい、それを食べてみようじゃないか。わかりました、いいじゃないですか。動画でいきなり動画ですよ、お届けいたしますので、はいはい、作って、よっしゃ、行こう行こうぞ行こうぞ行くぞ、武将みたいな。皮をね、剥きますよ。玉ねぎを入れるんですね。もううちのチャーハンもシンプルですから、はいはいはい、もう玉ねぎとベーコンのみ。あ、もうそんだけ。もうそんだけですよ、具材は。もうほんと、まあじゃあもうこれそのままいっちゃいますか、全部。お、みじん切り。みじん切りです。出た、これ。いや、めんどくさいんだこれが。みじんが、みじんがね、あのブンブンチョッパーってやつを使ったらね、結構楽なんですけどね。これもね、洗うのが大変なんですよ、ブンブンチョッパー。ああ、そう、あ、知ってる、使ってる、使ってるんだけどさ。そうなんだよね、歯が怖いからね、あれ怖いし、なんかチョッパーした後その細かいのがさ、うん、高いな。そうそうそう、1割ぐらい捨ててる可能性あるからね。家系のラーメンに入れるぐらいって感じですね、はいはいはい、いいですよね、入れ放題のラーメン屋って好きだよな。わかる、あれすげえ好きなんだけど、うん、あれいっぱい入れて結局気持ち悪くなるんだよ、ね、お腹が、お腹が、そう、あれ危険ですよ。じゃあもうベーコンやっちゃいますか。お、ベーコンね。ベーコン、はいはい、ベーコンは別にこだわりはない。銘柄ね、全然ないっす。全然なし、何も、普通ので、普通のでいいっす、うん、安々でいいっす、まあ、これもね、感じで、はいはいはい、ザッと切っちゃいましょう。もうザック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 とベーコン切って、うんうん、美味しいよね、ベーコンは。やっぱこうしょっぱい。そうなの、ベーコン入れるともうそれだけで味付くからね。先に炒める。先にこれ炒めちゃいます。なるほど、具材をね、はい、まずベーコンを、まずベーコン、まずベーコンでこの油をね、はいはい、出していく。こう出して、ちょっとベーコンカリッカリッとまでいかないけど、あ、なるほど、ちょっと香ばしい感じで。これは1個ポイントですね。そうかもしれない、うん、はい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 。おお、いい音いい音。もうね、これだけでうまいじゃないですか。ほんとね、ベーコンエッグとかすぐ頼んじゃいますか。あー、ベーコンエッグね、うん、原木さん、ベーコンとエッグ好きだから。好きなんだよな。おー、油がこれも、これすごいよ、これこれ、油がもうめっちゃ出てきてる。出てきてる。もうここに玉ねぎ入れちゃいます。あ、もう玉ねぎも入れちゃう。おっ、いい。よし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 。いいね。これ結局こんなんですよね。やっぱりこれなんですよ。肉炒めた油で玉ねぎ炒める。うん。はい、もううまい。目しみんなこれ。これを、うん、まあ、適度に。もう目分量で。もう目分量です。うん、まあ、ちょっと味見すればね、あとでいいんでね、うん、目分量でやれっていうよね。そうですよ、チャーハンを
なんかね、測ってやってるやついないですよ、このように。チャーハンを、チャーハンっても雑にやる料理。まあ、そうですよね。これをで、これをね、もう一回ね、外しちゃいますね。あ、別皿にもう移しちゃう。そうっす、うん、これはこれでちょっと置いといて。なるほど。ちょっとね、お皿に入れちゃいます。ここちょっとめんどくせえ。ちょっとめんどくせえ。いや、ここは長年やった経験で、はい、一緒にやんない方がパラパラになることに気づいたんです僕。具と具と、そう、米は米だけでやった方が、はい、パラパラになる。へえ、やりやすいですよ。あ、ちょっとでもめんどくせえ。めんどくさくない、これぐらいはめんどくさくないです。そう、はい、でこれ一回ね、フライパンをちょっとね、うん、洗った方がいいんですよね。めんどくさいじゃないですか。ここはこだわりましょう。鈴さん。いやいやいや、めんどくさくないですよ。頑張ろうって思えばいいだけです。ここで今ちょっと消したやつ。YouTube 早いな、そいつ。めんどくせえっつって。そいつ耐性しねえぞ。これぐらいで我慢できねえ。洗うの？洗いますよ。そこに旨味がついてるとかそういう話じゃないんですよ。いや、まあ旨味ついてるんですけど。ついてる。焦げちゃうんですよね、これでやっちゃうと。言っちゃいます。こんな旨味はもうどうでもいいんです。切り入って。もったいないんじゃないですか。いやいや、ここの一手間、ここ惜しんでたら負けですよ。あ、そう。チャーハンって。ほらほら、もう焦げちゃってますからね、この辺は。ああ、まあ、はい。よし。はい。よっしゃ。ちょっと、取れて。あ、いいですね。小気味がいいですね。よっしゃよしよし。ね。うんうんうん、結構入れるね。これもう4つ入れちゃいましょう。あ、もう4つも入れちゃう。うん、豪華だな。なんとなく、はい、人数かける卵っていうイメージ。卵多い方がうまいと思う。なるほど。かき混ぜて、かき混ぜて、うん、ここにね、ご飯をもう入れちゃいます。え、ご飯入れちゃいます。だ、入れる前にこう、わ、ひと手間、わわわ、ひと手間、ひと手間。おいおい、ちょっと、はぁ、説。なるほど。おやべえ、これですよ。ここに醤油入れて、このまますすり込んだら YouTube でウケるかもしれないです。確かに。もう我慢できねえっつって卵かけた。よし、ここで、うん、確かになんかその、ここから炒めた方が、うん、チャーハンっぽくなるっていう話もありますね。そう、なんかね、うん、なんか人によってね、入れない方がいい説とかね、うん、あるんですけど、うんうん、俺も最初は入れたらあんま良くねえなと思ってたんですよ、はい、だけどね、ある日入れた方がいいなと、なるほど、思った日があって、卵かけご飯からのチャーハンということですね。そうです、うん、油引きましょう。思うんだけど、これね、うん、結局油が多かったら絶対パラパラになるような気がする。あ、油はもう多めだと。多分多いんだ、うん、町中華とかめちゃくちゃ多いんだと。確かにね。じゃあいきますよ。はい、これをもう、どうだろう、これ結構量多いかな。まあ、いきます。はい、おお、溜まったフライパンに卵かけご飯が、全部いっちゃう。おい、そしたら、すごい、油すごい、油すごい、ういういうい、ここでもう、なるほど、ここでご飯を切るように、うん、これでね、油を全体的にこう、中まで回していく。いいです、うん、よっしゃ、こっからは、はい、もうずっと炒めるの戦いですよ。なるほど。結構強火のまま炒める。もう強火のまま最初はね。ここはガンガンいきましょう。藤原竜也のようにいきましょう。ガンガン藤原竜也のようにいく、自分の思う藤原竜也のようにいきましょう。なるほど、うん、行ってみてください。え、なんで簡単に殺し合うんだよ。ここはね、はい、ここは慎重にいきますよ。慎重にいくの、うん、なんで
いっぱいガツガツ潰すとね、はい、米が潰れちゃうみたいな。なるほどね。そう、ここら辺からちょっと、ね、なるほど、ちょっと力加減を、ちょっとね、フライパンの大きさに米の量が多い感じもあります、ね。はい、ああ、なるほどね。ちょっともうちょい大きいフライパン、大きい方が大きい方がやりやすい。ああ、そっかな。ここはでもやっぱりね、ルーサーのミス。いや俺のミスというかね、最初に用意しちゃったのがこれだったんで、ね、この人他の見たらもっと大きいのがあった可能性もね、ありますから。確かに、こうやってね、現状をすぐ受け入れたら、はい、うん、よくないことが起きるぞっていうのをね、言いたい。こういうメッセージも同時にね、そうです、発信していって、なんかそこにあるからっていう感じで、はい、うん、熱っめっちゃ熱い、めちゃくちゃ熱い。疑えって話ですよね。そうですよ、もうこのフライパンが用意されてあったからといって、そうそうそう、いやもっとでかいのがいいんじゃないかなと、うんうん、そうそう、骨にもとにかく疑っていけと。そう、うん、骨側チャーハンですよ、これは。骨側、うん、カイジのカイジね、骨側チャーハン。ことは骨側のあの名ゼリフ、はい、出ますか。はい、明日も晴れたらいいな。そんなんないでしょ。ゴルフの前日の利根川じゃないですか。ないでしょ。ね、ちょっと、まあ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 。こういう感じ。結構パラついてる感じしますよ、見た目。そうですね。ちょっとずつ。でここで、うん、あれなんですよ、はい。パラパラにするためにこう結構長い時間こうやる。なるほど。そうすると、うん、この野菜あの具と一緒にやっちゃうと、なるほど、この焼きすぎちゃうから。確かに。俺遅いなと思ったんですよ。そんなこと思ってたの？もっと早く作れねえのかって思ってたら、そういうことだったんですね。そう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 、うん。時間をかけて火を通していった方がパラパラになる。そうそうそう。うん、やっぱチャーハンだとこう柿をね急ぎたくなるじゃないですか。はいはいはい、そうですね、クイックメニューだみたいな感じで、バーンみたいな、はいはいはい、そこをこう抑えて、抑えて少しずつこう繊細に、そうです、火を通していくのが寿司流だと。そうですね、うん、きついな。食うの待ってるやつだがそれ言ったら俺もうめちゃくちゃ怒るよ。よし、こんな感じで、ああ、よし、これで、で、はい、これ具入れますよ。ついにここで、ついに合流。入れます、合流です。ベーコンと玉ねぎは。ここから早いよ。ここから早い。もうここからは、はいはい、味付けぐらいだから。なるほど。まずこれね、はい、また入れる？鶏ガラ。鶏ガラ。鶏ガラいっぱい入れるね。鶏ガラですか、メインは。味のメイン。味のメイン、鶏ガラ。もうね、うん、こぼれます、はい、こぼれちゃう。チャーハン後のキッチン周りめちゃ汚いです、ね、油も飛ぶし、油も飛ぶしね、それしょうがない。で、はい、コンソメも入れたいんですよね。あ、コンソメ入れる。コンソメ、コンソメはね、あの高校の時にね、ラーメン屋のせがれが、はい、コンソメ入れたらうまいよって言ったんですよ。まあ、旨味の塊ですね。そうそうだね。お、ここで味見入る。味見取ってきましょう、うん、入れて、あ、どうだ、うん、うん、出るか、うん、出るか、出るか、うまい、出た、出たか、出たの、あんまり甲斐がないよ、出た、汗かくわ、まあしょうがない。で、最後、はい、最後、最後、お醤油、醤油を、出た、鍋肌、鍋肌、鍋肌だ、鍋肌で、うん、鍋肌おさみ、鍋肌おさみ、あ、階段も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 、それで、はい、よっしゃ、こんな感じで、うん、出来上がりです。はい、わ、いい色ですね。これいいんじゃない、美味しいんじゃない。結局ね、もう、はい、こんぐらいが、いい、食欲をそそる。いや、美味しそうですよ、これ。よっしゃ、じゃ盛り付けてとね、こんな感じで、これ、きた、俺がムロキお寿司チチチャーハン完成。よっ、はい、というわけで、はい、
プチチャーハン完成ということでね。できました。はい、いや、いいじゃないですか。うまそう。うまそうは、まあね、基本的にもう別にね、うん、まずいもん入れてないからうまいはずなの。確かにこれがめっちゃまずくなってたらすごいことかもしれない。大したもんですよ、それは。いただきます。いただきます。うん、うん、うまっ、うん、うまい、うん、しょっぱいしょっぱいな、ちょっとこれしょっぱいね。ベーコンのしょっぱさだわ、これ。いや、でも味見してたじゃん。うん、そう、味見あの時は気づかなかったな、うん、熱いと、うん、なんか塩気が飛ぶんですよ。あ、まあ、言い訳としては熱くてよく分かんなかった。いや、でもそうなんです。チャーハンってこう熱々で食うから、うんうん、なんなら、うん、あれ全然しょっぱくないなと思って、うん、追加するみたいな。ちゃうけど、冷めてみると結構しょっぱかったみたいな。しょっぱいってことに気づくという、そういうパターンあります。なるほど。逆もあります熱い時の味をあんま信じるなということですね。そうです、そうです。熱いともうそれだけうまいから。なるほど。まあでも、あのね、香ばしいですね、やっぱ、うん、玉ねぎの旨味と、あとコンソメもやっぱ結構効いてる気がするな。コンソメがしつこに効いてます。深い感じになってる気がする、味が。かなり俺が食ってきた中でもしょっぱいチャーハンですね、これは、うん、あー、なるほど、うん、焦げしょっぱいやっぱりね、焦げしょっぱチャーハンか、これ。失敗作だよ。いや、おいしいんだよ、焦げしょっぱは。おいしいけど、うん、焦げしょっぱ側にやっぱちょっといってます、ね、うん、あるね。まあでもおいしい。うんうんうん、やっぱいいね、うん、こうチャーハン、うまい、うまい。うーん、これはやっぱね、たまに食いたいね、お父さんが作ってくれるから。そうですよ、うん、でお父さんが作るから、うん、たまにしょっぱくても、うん、なんか、うん、逆にいいんじゃない。どういうこと毎日食ってたらさ、うん、しんどいじゃん。あ、これをね、毎日、そう、うん、しょっぱいとか、あ、脂っこいとか、脂っこい毎日だとしんどいけど、うんうんうん、このたまにの、うん、に作っ、なるほど、思い出したかのように作ると、うん、なんか逆にそれぐらいパンチが効いてる方が、なるほど、印象に、記憶に残ると、そう、いいみたいな歯ごたえがね、うん、結構いい。確かになんか米を別々で炒めてたから、うん、結構やっぱ米だけで、その炒まってる感が出てるね、うん、そうなんですよ。確かにあれなんかもったいねえ、めんどくせえと思ったけどあそこやっぱポイントだった気がしますね。そう、玉ねぎが多いから、うん、水分が出るんですよ。あ、確かに。一緒にやってるとどん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 べちゃっとね、べっとりしてくる。うん、だから最後混ぜるぐらい。なるほど、これは確かに重要なポイントだったかもそうなんです。あと鶏ガラを入れすぎないでください本当にしょっぱいで本当にそこだけは気をつけてください。そこだけですかね、やっぱね、うん、うん。さあ、というわけで、はい、アリッチャクッキング、うん、ね、お届けしましたけども、どうだったんだろうかね。まあ、実験ということでね、はいはいはい、まあ、たまにこういう回もたまにはちょっとやってみようかっていうので、うんうん、またなんか映像を撮るかもしれませんので。そうですね、またよろしくお願いいたします。さよなら。さよなら。